どうも皆さんこんにちは、星しいたけです。ホライゾンゼロドーン、凍てついた大地、やっていきましょう。前回がね、戦闘のね途中、ここトールネックの上らへんぐらいで戦ってたかと思うんですね。戦闘中ボコボコにやられて、そこの敵を一掃して、ここへ戻ってきました。焚き火のところへね。ここで今セーブをしております。でトールネックの方にね、ちょっと行きたいんですけども、このちょっと南側に、どうやら商人がいるっぽいんで、ちょっと一回こちらへね、行こうかなと。で、確かね、うわ、敵いるやん。ちょ、動くな。あれ？あ、ね。あ、ちょっと待って、プレステ4がバッテリーが、あ、ちょっと、よし、OK。で、これの動画を撮る前、前回との間にですね、ちょっとね、うろうろして、このマップで言うと、この下の方にね、結構行ってないところ、キャンプ地が主なんですけども、ここも行ってなかったり、こんな感じで行ってないところがちょこちょこあるんですけど、その辺をちょっと埋めたりして、レベルを稼ごうかなと、経験値をね。で、そのおかげで一応1上がりました。多分前回、この DLC のパート1始めた時から、前回まではレベル50でやったんですけどね、その間に51の中頃を過ぎたぐらいになったんで、スキルポイントも3ほど溜まりましたと。いうことで、これを取るしかないんでね、これ取っておきましょうと。はい。では、こちら行くのと、で、この確かね、このタイプの商人さんは、普通の商人さんと違って、レアモンを売ってるということで、ちょっと待って、なんか音がする。いいか。売ってるということで、前に見たときに、ヤギか。逃げたか。アライグマの骨とか、ヤギの骨とかを使って、地図が確かね、もらえたかと思う。これまずい？大丈夫か。上やんか。あれ？もらえたと思うんで、買えたと思うんで、多少ね、確か溜まったと思うので、ちょっと交換をしたいなということで、まずはここへやってきました。さあ、特殊、動物の像、流れ物の日記の子、動物の像が見つかりそうな場所に印がついている。アナグマの骨が3つあんのか。で、1つ使用。これもいけるね。はい。両方とももらえるので、これと、緑の宝石ですよね。青だっけ？バヌークの手による地図。宝石が見つかりそうな場所に印がついてる。この宝石がないと、こういうね、ちょっと、紫色にキラキラっとした、やつがもらえないので、これをもらうためにも、この地図はいただきましょう。これでもうヤギやらアライグマは必要なくなったかな、というふうには思いますと。で、あとですね、こういうね、素材が溢れてるんですけども、これはどれぐらい必要なのかっていうのもちょっとよくわからないんですけど、1スタックあればいいだろうというのが個人的な考えなんですよね。で、あと5がいっぱいですので、5で持てないんで、基本的に間違って取った時のために、いつもね、4とか3とかにちょっと減らして持ってたりはするんですよ。で、あと、あとね、なんだっけ、ワイヤーがね、飛んでる敵がちょっと嫌いで、そいつを捕まえるためにはこのロープキャスターが必要なんですよね。ロープキャスターをのロープを作るには、シャードとワイヤーが必要と。
で、6個作るには10ワイヤーが必要で、今35しかワイヤーがないんで、ワイヤーだけはね、敵を倒したら必ず回収するようにはしたいんで、はい、っていうことですね。はい、では、あ、これなんかあるぞ。あ、宝石がここにあるのか。動物の像って言ってなかったっけ？動物の像って何なんだろう？これか！この MR。ほんほんほん。じゃあちょっと、ここ行ってみますか。緑の宝石。ちょっとストーリー進めたかったんですけども、意外と近場に宝石があったということで、この近くのキャンプによってここにワープできるようにね、押しときたいので。よいしょ。まあ、敵がいるとは思う。あ、いるな。いや、いる？ここに、あ、ここに焚き火あるわ。ちょっと待って。これクイックセーブだけして。見つからない位置に隠れて、近場にあればこのスキャンで見えるとは思うんだけど、うわっ、なんかいたわ。よいしょ、とりあえずここに隠れとこう。あれやな、あれかな。いや、めんどくせえなこれ。一匹ならな、まだなんとかなんねんけど、二匹は正直めんどくさいな。ちょっと下に降りて、来るな。大川へ行きたい。あれ、どこだっけ。これか。落ち着いて。いや、じゃあこれ焚き火だ。で、どこだっけ。いや、ここにはないな、きっと。これ、ラベじゃん。いや、ちゃう。スコーちゃう。あー、あ、もうダメだ。熱いな。痛い。あ、熱い。やべ。避けんの早いわこの人。よし、早く爆発した。よっしゃ、あ、この距離も届くんか。あ、危ね。よいしょ、おっしゃ、一匹。いや、一匹じゃねえわ、まだ。こいつあれか。あれ、意外と死なん。よしよしよし。よし、来いや。あれ、逃げんだよ。いや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 、痛い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 、近い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 。あー、爆炎が近づくと取れないな。
なんか誰かいるぞ、後ろに人が。おい、え、誰か助けてくれた？おーし、あ、死なね。あー危ね。こいつであれか、1万ぐらい経験値もらえるか。いやマジ助かった、ありがとう。いえー、怖。ワイヤーが欲しい。もう一匹どっかで倒したよな。どこだっけ？あれ？もう一匹どこ？あれか？いや違うな。これじゃねえよ。あ、これじゃなかった。あ？もう一匹倒した死骸はどこだ？あれか。よいしょ。はあ、危ない。怖い怖い。さあ、ほんで、結局どこなんや、これ。向こう側。こっちのエリアに3つぐらいあるはず。やけど、これか？あったね。はい、こんな感じで青の宝石、緑の宝石がありますのでね、宝石好きのバヌーク以外も買ってくれそう。ゲットしていきましょう。ただこのエリアにあと2つほどどうやらある。あるね、同じところに。これでも地図としては正しいところにあったんか、これ。いや正しくはないな。だいたいやっぱり大まかの位置しか書いてないね。よし、ということで何個かゲットしましたんで、まあ、いつまででもこれをやってても押し方がないので、トールネックのところまでね行きましょうか。焚き火ワープしていけばいいんでしょうけど、焚き火ワープがねたまに、まあ、このぐらいの近距離なら問題はないと思うんですけど、時間がねかかる時があるので。トークの部品はまだ無事だ。このまま行っちゃいましょうか。まあ、道に沿って行けばいいか。ん？こっち、うん、どっちだ。いや、こっちか。まだまだやね。で、スキルを新たに取ったことによって、まあ、この馬に乗ってる状、これか。状態でも、まあ、採取ができるようになったっていうのは、非常に便利かなというふうには思いますね。え、これどっから飲むんだっけ。よいしょ。トールネックのスタビライザーを取り付ける。よし、ぴったりだ。はいはい、うまくいくかな。あ、こうやって一個ずつつけていくんか。まあ前よりは良くなったかも。上ここか。確かまた電力を流すだけでいいはず。オーバーライン。間違ってても、まあ誰も見ていないし。いや、これで起きるはず。はあ、これでようやく。はい、トールネックが復活。な
したので、このエリアの霧が晴れると。またあのトールネックに登らないと。あ、また登るのか。あれやな、ちょっと待って。この場所ならトールネックに飛び移れるはず。いやー、ちょっと待って、これ帰ってくるまで待たなあかんのか。今の間にここら辺に落ちてたアイテムだけ回収しとくか。槍ダメージコイルなんかあったか今まで。フォーカスなら何か見つかるかも。何かあんの。まあそこもやるけどな。あとどこだ、次漏れるとしたら。フォーカス、これなんかいる。チャージャー、槍ダメージコイルは初めてなんで、これをちょっと取りたいから、いらんものを捨てましょうか。分解、どれだっけ、これか。もう一個なんかどっかか、これか。あ、じゃあこれ自分の乗り物やね。え、トルデックどこ行った。フォーカスで周辺を見てみよう。いや、結構あれやな。他どこだ、乗れるの。いや、あ、敵いるやんけ。間に合うか。マジで助かった。よいしょ。あー、見えねえ。ここも行けるはず。ここからトールネックに飛び移れる。せいや、うおい、怖い。今何や。さあ、頭に登ろう。え、どうやって頭の。ちょっと待って、あれ、これどっから登るの。あれ、あ、ジャンプがびっくりした。なんかいつもと登り方がちゃう気がする。どこ行く。うわー、怖え。よし、オーバーライド。電力復活させたときに自然にやっててくれてます。はい、スキルポイントが1ゲット。これで霧が晴れましたね。ははは、こんな感じか。あ、やった、山賊の。いや、結構思ってたほど多いな。なんかこの DLC、まあ2000円ぐらいの金額なんですけど、時間的には、まあ、15時間ぐらいのね、ボリュームもあるそうですので、ただこれを見てる限り結構あるよ。試練がある、また。ああ、山賊の野営地が1個あるのが嬉しいな。これ好き。さあ、ほんで、次は、どうしましょうかね。シャーマンの道。の前に浸水の血があるんだが、そうですね、シャーマンの道の前に、ここへ行きますか。その前にここのキャンプ場へ寄りましょうか。来た来た、カモン。
ゴーゴー。いやー、こういうあれやな、道じゃないところを走るとちょっとあれやな。バレないでバレないで、ダダバレや。あー痛い。こいつ何だ、何の敵だ。あの下、うわうわうわ、あれやな。どれが敵でどれが味方か分からん。おれ、あ、レベル52。あぶね、この野郎。あ、違う違う違う、まだまだ生きてるやん。はあ、危ねえ危ねえ。まあもうレンズは当分いらん。あれなんだあれ。あ、こいつあれか、うちの巫女やな。これ倒してくれたんか。で、確かシャードを払うって修理ができるんですよね、これで。これもしかしてあれか、満タンになるまでずっと10、10、10、10ってかかるわけか。結構倒してくれてる。すげえ。結構あれやな。10払、あれ今どうやって乗った。10払ったらずっとこう、一瞬で回復するのかなと思ったけど、そういうことではないんだね。満タンになるまでずっと銃消費か。ここが浸水の地ね。じゃあちょっと降りて、違う違う違う、降りたい。おっと、なんかいるじゃん。スナップモーまでいんのか。スナップモーがほんと嫌い。スナップモーはここに火をつける。そうするとね、爆発してくれるはずなの。ん？こいつ爆発しなかったっけ。え？こいつ爆発したよな。あれ？そやな、爆発するよな。なんで？なんで爆発しね？ちょっと待てよ、どうすか。多くねえか、これなんだ。全部一緒か。お、あ、そうか、これあれだ、確かあの火が出るところに確かカバーついてたから一発じゃ燃えへんのやから。なんかすぐに見失ってくれるからな。あっちへ行きて。
氷が、こいつ氷が、氷が鬱陶しいんやね。こっち向けや。ほら、これがしたかった。入って。よし、とりあえず一匹。ああ。新鮮な安らぎの花。あ、まあいいか。取っちまったわ。あ、バレてんのこれ。バレてんな。バレてんな。ここがオーラの話の解説だろ。奥のざわめき、確かに水没してる。どこだ？奥のざわめきってどこだ？スナップも、多分上流から来たんだろう。川をたどって水源を探す、簡単そうだな。おい。川の上流に向かって進む？クエストをこっちに変えとか。で、どこ？あそこね。あれ、今どっから来た俺。バレてんな。ここ隠れるとこなかった。もうめんどくせえから怖い。疲れたか。怖い。なんやこれ、楽やん。距離やと確かこれ強かったよ。いや、なんかいる？いるな。あ、いって。おお、見えねえよ。見えねえよ。あ、いって。ちょーっと待って、ちょーっと待って。おっしゃい。あー、まだいたわ。クリティカル。来たの死なんわな。もう切れ。おっしゃい。あー、ゲームこれを始めた頃っていうのは基本的にはあまりこの爆弾系は使ってなかったけど、爆弾の強さに気づくとね、これ楽です、非常に。はい、ということで、今回はここまでにして、次回、目的地行きたいなというふうに思います。それではまた次回お会いいたしましょう。またね。